はい、多分風チャンネルのルーリオです。今日はですね、藤井風さんのファンの方で、このチャンネル、多分風チャンネルのファンの方にですね、ずっと隠していたことをお話ししていきたいなと思います。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしている音楽のチャンネルとなっています。もし少しでもですね、面白いな、役に立ったなと思ってくれた方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。で、早速なんですけども、その冒頭にお話した通りですね、今日はですね、皆様にですね、ちょっとご報告したいなっていうことがありまして、っていうのはですね、いつもですね、この動画の中でですね、再三再四ちょっとね、チャンネル登録よろしくお願いしますっていう風に伝えてるんですけども、このチャンネル、実はチャンネル登録者数を公開してなかったんですよ。まあその理由はまあいろいろあるんですけども、今回ちょっとチャンネル登録者数を公開しようかなっていう風に思ってます。っていうのも、このチャンネルですね、去年の9月かな、10月秋ぐらいにですね、2021年ですねに始めまして、まあ、その時はちょっとね、藤井風さんの、ホールツアーか、じゃあアリーナツアーがあって、そこでちょっと僕も初めて風さんのライブに行こうとした時だったので、その、お話、その申し込み結果とかっていうお話を動画上げさせていただいたんですけども、まあそれの結構再生数が伸びてですね、あ、こんなに風さんのファンの方いるんだってことで、まあ皆さんとつながれてすごい嬉しいなっていう気持ちがあったので、まあポコポコ動画を出してきたんですけども、なんとですね、この多分風チャンネル、10月9月10月11月12月1 2 3 4 5 6 7、なのでちょうど10ヶ月ぐらいかなと思うんですけども、チャンネル登録者数なんと7000人超えてます。本当に皆さん一人一人、もう本当にね、その初期の頃から見てくださってる方も、最近見始めた方も、本当に皆さん一人一人のおかげだと思っております。本当にこんなね、一風さんファンの僕が7000人もチャンネル登録していただいていいのかっていう気持ちは、まあ、めっちゃあるんですけど、本当に一人一人にこのタイミングでですけども感謝したいなと思っております。本当に本当にいつも見ていただいて、いいねをくださって本当にありがとうございます。で、なぜ公開しようかって思ったのはですね、まあなんか YouTube の仕様で、今月7月末ぐらいにチャンネル登録者数出るみたい、もう非表示にできなくなっちゃうみたいなんですね。なので、まあそれだったら、まあ、自分から潔くチャンネル登録者数を公開しようかなと思いまして、このタイミングでのご報告となりました。本当にちょっとね、チャンネル登録者数表示されてないから、あれってなってた方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとご心配とかかけた方には本当に申し訳ないなと思ってますが、そんな感じでやっておりますので、もしね、まだチャンネル登録してない人いたらまた言うんかいって感じですけど、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、まあせっかくね、その数字を皆さんにお知らせしたわけですから、まあ、今後どうなっていき、どんな風に成長していきたいかっていうのをですね、ちょっと考えたんですけど、とりあえずというか、年内の目標はですね、チャンネル登録者数2万人を目指したいなと思います。なんか1万人って言ってもいいんですけど、1万人だったら、まあ飛びやすいハードルかなと思ったので、ちょっとハードルは高いなと思うんですけど、2万人を来たいと思ってます。なので頑張りますけど、皆さんのご協力が必要なので、ぜひね、面白かったらいいねとか、あとは風さんの友達、風民の友達がいたら、ちょっと
シェアしてくださったりすると本当に嬉しいです。またね、まあ、してくださいしてくださいばっかりだと本当にダメだと思ってるので、まあ、逆にこんな動画内でこんなことしてほしいですとかあればですね、ここの動画とかで教えていただけるとですね、まあ、そういったこともできるかなっていうふうに、まあ、全部が全部じゃないと思いますけど、そういうことをやってチャンネルが大きくなっていくっていう可能性もあるかなと思っておりますので、ぜひね、ご要望とかあればですね教えていただければなっていうふうに思っております。で、まあ他のねアーティストとか、まあ僕サカナクションも好きなんでサカナクションの話とかもしていきたいんですけど、まあちょっとそれは様子を見ながらやっていきたいなっていうのと、あとはカズさんのライブ、スタジアムライブ、そうですね、直近で言うと明日の22日がですねスタジアムライブ先行、そのラサのね先行のシリアルナンバーで申し込んだ分が、公開に崩壊というかチケットの騰落ありますので、そこでねちょっと動画出すなり生配信するなりちょっとしようと思ってますんで、楽しみにしてくださいっていうのと、まあ、その後ですね、まあ、年末から年始にかけてラブオールサーブオールスタジアム、じゃあアリーナツアーかながありますので、まあ、そこもちょっと参加できるかできないかとかはちょっと分かんないんですけど、チケットのね取り方とか、まあ、結構なかなかライブに行かないですっていう方も多そうなので、チャンネルの雰囲気を見てると、なので、まあ、そういった方に向けてもチケットの取り方とか、まあ、遠征の仕方というか遠征のコツとか、まあ、いろ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 行ってきたライブに行ってきた僕が話せることっていうのは少しはあるかなと思っておりますので、そういったところもお話ししていきたいなと思っております。のでね、まあ、今年年内はそれぐらいかなっていうふうに、そんな内容になっていくかなっていうのは思うんですけど、まあちょくちょく生配信とかこういう動画とかもやってますので、ぜひね応援していただければ本当に喜ぶのでよろしくお願いします。てなわけで今日は、チャンネル登録者数をこのYouTube チャンネル、多分風チャンネル非表示にしてたんですけどもね、この動画見てくださる頃にはもう表示されてると思いますんで、チャンネル登録者数表示されてるなっていう風に気づいていただければ嬉しいなという動画になりました。またね明日ビッグイベント、風さんのですねスタジアムライブのチケットの当選発表がありますので、僕も応募してるので、その当落発表の動画とか出すか、それを出すか生配信するかちょっと迷ってるんですけど、何かしらこの多分風チャンネルで動きがあると思いますので、 Don't miss it ってことで、ぜひねよかったら通知オンもしといてくれるとありがたいです。まあ、まとめると多分風チャンネルの、チャンネル登録者数は現在7000人で、年末までに2万人行きたいっていうのと、今年はとりあえず風さんのツアーとかスタジアムライブとか追っていく予定です。で他 の, アーティストもやっていきたいなとはサカナクションとか思ってはいるんですけど、まあちょっと構想を練ってる段階ですっていうのと、あとそれぐらいですかね。皆さんご要望あればコメントでこんな動画見たいですっていうのを教えてくださるとありがたいです。てなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。チケットのね当落の1日前ってことでドキドキしてる時だと思うんですけども、またね次の動画で生配信で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。